打ち。皆さんこんにちは。現代のもののけ姫ことまこです。今日は車椅子のタイヤを交換しに業者さんにお邪魔しました。車椅子のタイヤの種類っていろいろあるんですけど、まあ、そのタイヤが変わることによって何が変わるかなど、なんかちょっといろいろ作業しながら浮かんでくる疑問点とかを、聞きながら答えてもらいながら、動画を回していこうと思います。交換前のタイヤは IRC のエクセレーサーという日本製のタイヤになります。そして今回買えるタイヤがドイツのメーカーさんなんですが、シュアルベというところのマラソンプラスというタイヤに変えます。同じ黒色タイヤですが、マラソンプラスの特徴としてこのようにタイヤの中にクッション性の高いゴムが入っています。そのことでパンクがしにくいというメリットがあることと、あとは室内でもタイヤ痕を残しにくいという特殊なタイヤになっています。こちらは IRC の断面になります。比較してみると厚さが全く違うのが分かります。ではタイヤ交換をしていきます。タイヤを外すときはこのタイヤレバーを2つ準備する必要があります。まずは空気を抜いていきます。このタイヤ交換ですが、軽装のような手が不自由な方は難しいんですが、まあ、競争のように手が使えたり、まあ、あとその他の手が使える車椅子ユーザーさんであれば、覚えれば自分でできるものです。業者さんの中にも車椅子ユーザーの人がいて、その方たちは車椅子でもタイヤ交換を行っています。なるほどね。タイヤをホイールから外したら、中からチューブを先に取り出します。交換するタイヤはパターンがあるタイヤなので、一応左右が決められています。新しいタイヤを軽くホイールに合わせていきます。空気バルブをホイールに入れたら、タイヤにチューブを這わせていきます。簡単だね。ホイールにタイヤをはめていきます。もはやさ、日本でやってみて。空気圧はタイヤによって多少異なるので、タイヤに書いてある空気圧を確認して空気を入れれば完成です。はい、じゃあタイヤ交換チャレンジ。まず空気を抜きます。これでさっき押してたよな、ここら辺を。はい、すごい快感で、なんかこれを差し込んでた気がします。合ってますか？ここら辺に差し込んでた気がします。スポークら辺、うん、こう、あれ、あの差し込んだら、スポークにレバーを引っ掛けます。怖っ。あそしてもう一本のレバーで隙間が空いたところの横からまた差し込んで、タイヤをホイールから外していきます。入らん。この作業が本当に大変で、なかなか入りませんでした。うまく差し込むコツとしては、タイヤをめくって赤色の部分にグッとレバーを差し込むことでうまく外すことができます。おー、で
もう一箇所くらい同じような作業を行います。なるほどね。だってね、向きが悪いんだよな。言い訳を繰り返しながらも、でもやっぱりどうしても入りません。ちょっとめくってもらっていいですか。ギュッと。あー、やっぱこれができないな。これが、である程度外れたら、レバーをタイヤとホイールの間に差し込み、ずらしていくと残りの部分が簡単に外れてきます。おお、ちょっと気持ちいい。あ、ちょっと気持ちいい。タイヤが外れたら、バルブの反対側の位置からチューブを指で引っ張り出します。これ意外と握力必要。おいし、来た。放送した時はこの中のチューブを変えることでパンク修理ができるので、取り外し方、付け方を覚えておくのもいいと思います。チューブを外したらタイヤも外していきます。新しいタイヤは硬いので、なかなかホイールに入れるのが大変でした。指、親指が爪というより物理的に負傷しそう。いや、硬い。はい、チューブをホイールとタイヤの間に入れていきます。指力が。チューブを入れ終えたら、左右均等にホイールにタイヤをはめていきます。これが本当に力がないとできなくて難しかったです。またチューブがタイヤとホイールの間に挟まらないように確認しながら入れていきます。指で入れるのではなく、レバーを使って入れる方法もあります。タイヤをはめる時の注意点ですが、タイヤをしっかり押さえておかないと、せっかく入れたところのタイヤが浮いてきてしまいます。
うい入りましたか。空気を入れる前にサイド、タイヤとホイールの間にチューブが挟まってないかをしっかりと確認します。めくれない。めくれないっす。な、やば。はい、では空気を入れます。8まで。今回はタイヤの厚みが変わったのでブレーキ調整も必要になります。はい、できました。何点ですか。初めて得点何点中5点満点。知りたい。もちろん合格。はい、ではこんな感じで、車椅子のタイヤを交換するときとか次に何か買うときに、役立てていただけたらなと思います。この動画が役に立ったなと思っていただけたのであればぜひいいねボタンとあとはチャンネル登録をよろしくお願いします。では本日も最後までご視聴ありがとうございました。Making love.